はい、皆さんこんばんは。7月9日月曜日、402回しゃべくりまっすらの時間がやってまいりました。今日のまっすらはですね、天候がね、晴れたり曇ったりっていうことだったんですがね、先ほど雷が鳴りましてね、それで今夕立になりました。ザーッとね、すごい降りでしたね。今ね、さっと落ち着いちゃって、今ね、消防自動車まで飛んできました。どういうわけか分かりませんけれども、そんなまっすらですね。これからですね、ゲストをご紹介いたしますけれども、マッスルでお住まいの長尾建築研究所代表で、まあ、一級建築士のですね、長尾明さんです。よろしくお願いします。今日はですね、現存している唯一の定石隣接型木造駅舎である旧マッスル駅について、その文化財的な価値、それをお話ししていただいて思ってますんで、よろしくお願いします。ちなみに直さんってあれですかね、まっすぐに住まわれて何年ぐらい経つですか？4歳の時から住んでますので、はいはい、まあ50年近く50年近くですね、はい、この駅舎の思い出なんかあったらお話しいただけます？高校の時に、うん、まあ電車で、自転車で通ってたんですけど、はい、大雪の日とかは、はい、電車で通ってましたので、はい、その時松代駅は使ってましたね。うん、どちらへ行ったんですか？八代方面に行ってました。ね、はい、わかりました。さて、それではですね、まあこれ1ヶ月前に、松代のあれですね、公民館でね、こういったものをちょっとやりました。はい。ね、まあ6月12日ですけどもね、現存唯一の定石型木造駅舎として、旧マッスル駅の歴史的経営化と希少価値についていう形でお話ししていただいたんですね。今日はそれプラスアルファでちょっとお話ししていただければ、はい、ありがたいなというんでね、はい、でその中でこういった形ですね、第1章、第2章、第3章っていう中で各2個ずつですね、お話ししていただくような形でやっていければいいかなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします。さあ、まず最初にじゃあ、唯一の定石隣接型木造駅舎についてみたいな感じ、はい、はい、お願いします。まあ、ポイントはですね、はい、立地の素晴らしさ、はい、そして建築そのものの素晴らしさ、はい、でそこに秘められた物語性ということでお話ししたいと思いますが、はい、まあこれ本当は全部お話しできればいいんですが、です、ね、時間がかかりますので、はい、各2つずつぐらいお話ししていきます。はい、よろしくお願いします。で、三田さんから今、ご質問ありました、はい、国内唯一の定石隣接型、はい、木造駅舎ということなんですが、はい、この表を、見ていただきたいです。で、これはどういうことかと言いますと、うん、はい、主な定石近接型駅舎の一覧表ということで、うん、調べていただいた、はい、全国で、はい、お城に近い駅舎をピックアップしました。はい、で、なんで、こういうピックアップをしたかと言いますと、はい、近世になって、うん、まあ、お城ができて城下町できますが、うん、周りに町並みがあるんで、うん、近代に入って、はい、明治大正に入って、はい、線路や駅舎が設けられる時、うん、家をどけてなかなか線路引いたり駅舎作るっていうのは大変だったので、うん、まあ郊外にできたんですね。なるほど、ね、原則的に、うん、ですのでお城の近くに駅舎や線路っていうのは原則なかったんですけど、うん、そうだね、まあ、千代の場合はすぐお隣じゃないですか、すぐ入っちゃってあれ珍しいそうです。なるほど、ね、はい、で、2期整備計画が今後行われて、はいはい、お堀が完成しますと、ます、ね、完全に駅舎と定石が、はい、うん、一緒になる、隣接になります。でこういう事例はですね、うん、この表を見ていただくと、うん、なかなかない、はい、実は全国で、うん、高松城の前の高松築港駅と、うん、松代駅舎のみですね、うん、これは宮下先生、県立歴史館の先生とも、はい、一緒に調べたんですが、うん、これ今のところこれだけなんで す, だけですか。ただ、うん、ポイントはですね、うん、この高松築港駅、はい、これは平成になってからできた駅で文化財的なものではないので、なるほどなるほど、定石に隣接している文化財的な木造駅舎は、うんうん、松代全国でここのみで非常に価値があるんです ね、うん、なるほどね。これが国内唯一の定石隣接型木造駅舎っていうことになります。この部分ですね、はいはい、じゃあ続いて、はい、今度は価値か、はい、はい、ちょっとお探ししていただいて、はい、
じゃあ、あのなんで隣接しているのが、うん、素晴らしいのかということをお話ししますと、はいはい、まあ、これがあの松代駅舎になります、うん、今はだいぶ古ぼけてますが、大正時代の創業時はこんなに素晴らしいモダンな駅舎でありました。で、まあ、下が、松代城、ね、はい、松代城になりますが、復元されているのね、はい、まあ、このまあこの近辺にここ完全に隣り合うとどういうことになるか、はい、これはじゃあ次の図を見ていただくと、はい、これが今駅のホームから、定石を見てますか、ね、はい、で今は、駐車場あって完全に隣接してませんが、はいはいはい、これがお堀になるの で、ね、完全に隣り合います。三日月堀になるんですね、となると、うん、この文化財的な価値のあるプラットフォーム、うん、まあカフェテラスかなんかになると思うんですが、うんうんうん、そのすぐ目前にお堀があって、うん、で円形に石垣や建物定石が見える、うん、こういうロケーションは、うん、日本でここしかないんで、なるほどな、最高に美味しいコーヒーが飲めると、うそういう素晴らしい空間になるんですね、うん、まあ、ここもね今あの真田丸の時は観光案内所的なもので、ね、結構使ってね有効活用できたんだけどね、そういうあの機能を持たせて、そうだ、ね、喫茶店を設けたりすると素晴らしい、うんうん、そうですね。でもう一つがありましてね、うんうん、まあ、今正面にこう、橋があって、はい、松代城にアプローチできるようになってますが、うんうんうん、松代駅舎が、保存整備されると、うん、今度これを玄関口にですね、うん、東の玄関口に入ってプラットフォームに出ると、うん、そこにこういう眺めのいいやつ、ね、そういうアプローチができるんですね、うん、でこういうアプローチも、うん、日本でここしかできないので、うん、つまり松代駅舎と、はい、松代城跡を一体的に整備することによって、はい、互いの付加価値を、はい、飛躍的に高めうるということができると思いますね。なるほどね、はい、じゃあこの次は何かあるですか。じゃあ松代駅舎と駅前通りというの偶然一体だ、はい、何一体的なもの。これはちょっとじゃあ、シンプルに話しますね、はいはい、これが昔 の、はい、昔の地図になります、うん、これみんなあれでね昔の武家屋敷、はいはい、上が江戸時代、うん、で、まあ、下が、昭和になるんですが、うん、何が違うかというと、はい、昭和は駅舎があって、うん、線路があります、はい、でだ江戸時代の地図を見ていただくと ないですよね、当然で、ね、うん、でポイントはですね、うん、江戸時代のここに今ね、うん、昭和になってあの大正になって駅前通りができてるんです。これはね、こういう形になって、はい、でこれがこれになります。これになりますね、下の地図を見ていただくと、はいはいはい、つまり、うん、駅舎ができた時にこの斜めの通りができたということで、うん、はい、この駅舎と駅前通りは、うん、大正になってからの、うん、近代遺産で、うん、なるほど、両者は一体的なもんだということができるんですね。なるほどね、はいはい、でごく簡単に申し上げますと、うん、これが駅前通りです、うん、上が駅前、はいはい、で正駅前通りの正面に、まあ、駅があるんですが、うん、はい、やや、左にずれてます、はい、なんでずれているのかと言いますと、玄関に駅の玄関に正面を合わせてあるんですね。でなんでこういうことをしたかというと、中から、駅前ストリートを、ね、見返すと分かるんです。なるほど、でそれがこの下の図になります。うん、なるほど。これはですね、玄関戸なんですが、なんとここ、うん、額縁のように、うん、ガラス面を大きくして、うん、駅前ストリートを中から見通せるようになってるんですね。いわゆるこれはピクチャーウィンドウってやつです。で96年前にピクチャーウィンドウが設けられていた、うん、ということがまずは素晴らしいと思うんですが、なるほど、ね、このね窓のこのガラスの算がなんか不規則で変だなと思いましたら、うん、計算しましたらですね、うん、ちゃんとできてるね、計算式を設けました。これちょっと計算式複雑なんですが、うんうん、まあ、どういうことかというと、改差数列になってたんですね。うん、どういうこと？ね、改差数列はちょっと時間があれなので、うん、シンプルに申し上げますと、うん、等差数列というのがあります。例えば、うん、2の等差の数列ですと、うん、2、4、6、8、10、はいはい、で2段構えに等差数列になっているのは改差数列というんですが、うんうん、この3の寸法設定が、ね、改差数列になっていました。でこの辺がその数式です。わかりませんね。ということは100年前の松代駅の玄関口がピクチャーウィンドウになってて、さらに改札列になっていたということで、この引き戸を一つとってもかなり文化財的な価値が高いということができるんですね。なるほど、はい、これがまあ立地編の松代駅舎の素晴らしいです。じゃあ続いてモダン感覚にあふれた壁面、まあ、壁面、壁面か、はい、じゃあそのお話をいたしますが、うんうん、これを見ていただきたいんです、
はい、これはまあ先ほども見ていただきましたけど、うんうんうん、大正時代のまあ創業時の町歴史、うん、じゃあ同時代の町城の町並みはどうだったかというと、うんうん、これがねメインストリートです。今の伊勢町になります。下駄をしてますね、はい、これはあの文化財の八滝です。八滝、ね、はい、ちょうどこの裏側になりますね、はいはい、でまあ瓦屋根で、うん、全部和風の、うん、建物ですが、うん、じゃあ町城駅舎を見ていただきたいんですが、うん、モダンです、モダンですよね、鉄板武器で、うん、洋風のまあ洋館で、うんうんうん、はい、これを比べるとですね全然違います。なんかあの白鳥がこう舞い降りたような新しさが、ね、あったと思いますね、はい、で今の、うん、まあ、駅舎はこういうふうに整備されてないんですが、うん、復元することによってこれが蘇ると、うんうんうん、そうすると、うん、大変な文化財的価値が蘇ってくるというふうに思いますね。わ、うん、かりました。あとはあれですね、木造トラスト構造みたいなのもあるんですよね、はい、これはですね、はい、あのトラス構造というのはですね、うん、これです、うん、あこれも見ますね、はい、こういうでトラスっていうのはあの三角なんですね、うん、でこのここを見ていただきますと、はいはい、みんなこう三角で、構成されてます、うん、で三角で構成することによって構造体力が、格段的に強まるということで、うん、このトラス構造が、うん、この下のパースを見ていただくとこれ町城駅舎の、うん、トラス構造になります、うん、これあんまり太い木は使ってないもんね。あの繊細な木材を、ね、組み合わせて、うん、それもまあ構造計算をしてですね、うん、組み立ててるんですが、ね、写真をね見ていただきますか、うん、こんな感じですね、素晴らしいです ね、 これがすごいね、はい、これ見てください、ね、三角で組み合わせてますでしょ、うんうんうん、これがね非常に珍しいんです、うん、でその証拠にですね、うん、今、長野電鉄の、うん、現存最古の駅舎というのは、うん、町城駅舎と、うん、信濃川田駅と渡内駅、うん、3つなんです、はい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 、なぜならば八代から松代、須坂の電線電、加藤線が、うん、長野電鉄の、元祖の、うん、線路になります、うん、その現存の3つが最古なんですが、はい、どういうことかと言いますね、これ見てください、うん、このプラットフォーム、はい、これが松代駅のトラス構造です、はいはい、でこれが、まあ、信濃川田駅の構造なんですが、うん、渡内駅もほとんど一緒です、うん、全然違いますね、これ和風の、まあ、従来の建物、うんうん、それに比べて町城駅舎は、まあ、大きいのもあるんですがトラス構造になっているということで、うんうん、このトラス構造の、うん、希少性っていうのが非常によく分かります、うん、なるほど、つまり、このトラス構造は、うん、長野電鉄最古のトラス構造ということで、うん、非常に文化財的な価値が高いんですね、うん、以上がトラス構造の話です。なるほどございます、はい、じゃあ続いて、はい、文化遺産としての町城駅舎、湯田中駅舎の違いって感じかね。そうですね、うん、じゃあ湯田中駅舎は実はあのトラス構造を持ってまして、うん、その比較対象したいんですが、はい、その前にちょっと建築の魅力を、はい、ごく短く申し上げます。これがね実はあの屋根なんですが、うん、町城駅舎の屋根です、うん、大屋根、上の大きな屋根、うん、で下の玄関、上の、まあ、下屋で、これが窓の小びさしなんですが、うん、これちょっと分かりづらいですけどね、これは金属鉄板をね、ひし形に吹いてます、うん、そうです。でこれ縦に吹いてますでしょ、うん、で窓は横に吹いてますでしょ、うん、あ全部ね鉄板が変えてるんです。で当時は先ほどの町城の大正時代の町並みを見ていただいて分かると思うんですが、はい、基本的に瓦でしたから、あそうです、鉄板自体が灰からだったんですね。でさらに3種類も、うん、変えて屋根を吹いていたということで、うん、非常に洒落っ気のある建物だったと思います。こういうのはどうしてこうやって作ったのかね、それは設計者のもんですか。設計者の名前残ってないんですが、残ってないんで、やはり渡内地域とか信濃川田に比べるとかなり凝ってますね、凝ってる、まあ、トラス構造もありますが、うん、でそれがねこれですね、例えばあの建物の側面がこうね、はいはい、木組みがこう複雑に、うん、繊細にこう、これもね装飾ですね、かっこよく見せてる。なるほどなるほど。窓のひさし、これ見てください、うん、これバッテン型になってるんですね。あ、はいはい、でこれが私が、実測した、断面図ですけど、うん、このバッテン型がですね、うん、実はこのトラス構造のこの見てください、バッテンと、うん、こちら、ちょっとカメラを映していただいて、こちらを私映っちゃいました。
これこのバッテンですよね。角度一緒ですよね、うん、このバッテンとこのバッテン、ほとんど角度一緒です。お待たせさん、じゃあこっち、そうですね、これつまりトラス構造を意識してバッテン型の窓ビサシ作ってるんですね。あえてね、うん、そういう、凝り方をしてます。なるほどね。あと出入り口もですね、うん、窓の3が先ほどは玄関の3見てもらいましたけど、これがプラットホームへの出口、うん、これが窓、全部窓の3が違うんです、ね、うん、これも設計者がデザイン的に凝っているということになりますね。はい、じゃあ次はもう最後、唯一の文部学校、そしてね、これですね、湯田中、湯田中ね、はい、湯田中の駅舎、これとまた真っ白の駅舎がどう違うか、はい、そうなんですよ、はい、でこれ実はね、湯田中駅舎の今の姿です。湯田中駅、今は現駅ではなくて、楓の八幡と、裏にね今、うん、近代建築の駅舎がありますね、うんうんうん、これはあの山の内町によって復元整備されてまして、うんうん、でポイントはこれです。右のこの写真をちょっと写して、トラス構造なんですよ、で長野電鉄でやはりトラス構造で非常に貴重なものです、うん、で下をちょっと見ていただきたい。でこれが駅舎なんですが、手前に緑地公園があって一体的に整備されるんですね、うんうん、で山の内町によってこんなに美しく復元整備されて、うんうんうん、でお隣はですね湯田中だけあって温泉、楓の湯という温泉を併設している、まあ、オアシスのような、うん、空間ができているんです ね、 ね、はい、じゃあこの湯田中駅 と、松代駅を比較するとどうなるか、うん、これをちょっと見てください、はいはい、あこれ反対だな、あはいはい、どうぞ、はい、ちょっと時間あれすみましたけどね、少し最後のあれで頑張ってみます、はい、松代駅舎と湯田中駅舎、はい、実はですね松代駅舎は大正時代なんですが、うん、湯田中は昭和に入ってからの建物です。なるほど、ね、はい、はい、で、ともにトラス構造があるんですが、うん、湯田中駅舎は、平成15年山の内町によって保存修復されて、うん、さらには、文化財登録までされてます、ね、で松代駅舎は、うん、湯田中駅舎と、うん、まあ、トラス構造を持った貴重な、駅舎であることは違いないんですが、大正時代で古いですよね、うん、でなおかつ長野電鉄現存最古の駅舎です、うん、つまり文化財的価値は松代駅舎のあ る、 なるほど、でにもかかわらず文化財登録もされてません、そうですね、行政によって復元整備もされてませんということで、うんうん、やはりこれは登録有形文化財に登録して、はいはい、行政さんによって復元整備されるのが、うん、いいのではないかと、うん、それだけの文化財的価値があるというふうに思われるんですね、うん、なるほどね、はい、まあ、文化財価値もあるけれど、うん、有効活用するにはっていうのでね、そういった面もね、そうなんです、必要かなんだよね、でまさに湯田中の駅舎が、うん、湯田中の売りである温泉と一体的に整備されてあるじゃないですか、うんうんうん、じゃあ松代の売りは何かというと、はい、真田十万石じゃないですか、お堀と一緒で、ね、松代城跡です、なるほどね、つまり松代城跡と一体的に整備すれば、はい、松代の、はい、特徴を生かした歴史的空間ができるということができるんですね、うん、はい、はい、まあ、そんな形で、いろいろお話をしていただきましたが、ね、ちょっと時間がねだいぶ過ぎてきました、熱の入ったお話していただきました、はい、本当にありがとう、まあ、本当にね、いろいろとまだお話あるんですけども、まあ、松代の町歩きセンターの中にもね、あちょっと本を出すの忘れちゃいましたけど、あの、ね、駅舎のね、長野駅舎のね、はい、まあ、それもありますし、そういったものをまあ活用しながら、まあ、あのみんなで活用保存という形ですね、できればいいかなというふうに思います。今日はどうも本当にお忙しい中、ほんの少しの歩きでやっていただきありがとうございました。どうも。はい、どうもありがとうございました。今日はちょっと宮坂さんがね、ちょっと出られないっていうんで、
朝日さんにねちょっとやっていただきましたけどね。はい、じゃあちょっとね、この PR っていう形でねやりたいなというふうに思います。今週のですね7月14日土曜日、午後1時30分から、伝承館の方でですね佐久間象山のエピソードという形でね北沢さんにちょっとやっていただくような形になります。会費がですね、これで200円という形ですけれども、いろいろと何ですかね本に出ているんですけれども、そういったものをね、細かに解説していただくっていう形のね、勉強会みたいな形をやりますので、ぜひご参加いただければなというふうに思います。よろしくお願いします。さて続いてですね来週ですけれど、これまた来週もねこの今東城でねあのかかしコンクールってね、はい、あれですね、副資料でやってるんですけども、熊井さんに来ていただいてですね真っ白のかかしコンクールで真っ白を盛り上げようという形なんですね。そういったお話をねぜひ聞きたいなというふうに思ってますんで、ぜひ参加いただければなって見ていただければいいかなというふうに思います。まあそういう形でですね、来週はこんな形でやりたいなというふうに思います。よろしくお願いします。はい、コンクールはあコンクールね2回目なんだけど、今までずっとやってたんだけど、今度はこういった松代町っていうので全体的に広げてね昨年やっていただいた今回でこういう2回目今までね結構ね副事業としてやってたんだけど、今回松代全体でいうので参加者がね相当増えてるいう形です。そうなんですね。だからそういった形でねやれればいいかなっていうので今回もちょっと出ていただいて、でねこれも投票してもらうんですって、だからそれものお話もねちょっと聞ければいいかなというふうに思いますので、来週お楽しみにしていただければと思います。来週はそういう形で、今回かかしコンクールの形で、動いていきたいなというふうに思います。来週もご覧いただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、それそれそれくらい松代、また見てね。